はい、皆さんおはようございます。シャトレーヌのシャトです。こちらを見てください。あのキュウリのここが折れちゃったんですよね。バキッとなんとか枯れずに、このようにですねなってますけど、これをなんとかしてやりたいと思ってですね、私シャト農園がオリジナルで考えたのはですね、これをですね、はい、早く直してあげたいシャタの願望動画なんですけど、用意していただくのはこちらです。はい、こちらですね。これはノコギリ、はい、とですね割り箸、はい、上海店の割り箸ですね。こちら2つ、はい、割り箸ってこう先から割れますんで、ちょうどここの部分をこれでカットしてですね、ちょうどこの長さ、まあ、約3センチぐらいですかね。ここだからそうですね、3センチぐらいに切って、今にもこれやばそうなんで、こう切ってこれをですね挟み込んで、まあ人間の骨折の応急処置みたいな感じですねそしてこれで押さえ込むと、はい、このようにってことをやっていきたいと思います。でこれだけでもいいんですけど、さらにですねお世話様の懸垂者からですねアドバイスいただきましたんで、そちらを今からお見せします。はい、こちらですね、懸垂、これが20キロですね。はい、皆さん懸垂どんなものかっていうの見たことないと思うんですけど、今からお見せします。はい、よし、未開封なんで、はい、開けていきたいと思いますね。このように、はい、開けますね。で中入ってますんで取り出します。はい、よいしょ、はい、よし、でこれをここに入れますね。これ一応ですね20倍で使ってくれと言われてます。はい、で開けてみますね。はい、こんな感じになってます。はい20倍でやりますんで、まあ、このぐらい、まあ、こんなもんでしょうね。やってですね、ここに水を入れてですね入れてですね、これを、はい、これですね、ちょうど混ぜる棒があったんでこれを希釈して、はい、こんな感じですね。はい、なんか原液かけちゃった方がいいんじゃないかと思いますけど、まずはですねこちら懸垂車の20倍液をここに流し込みます。はい、かけて、はい、とろっとかけてあげますね、このように。そしたらですね、はい、これを切っていきます。3センチ、はい、このように切れましたね。ここはちょっと手で取って、はい、そしたらまずこれをですね正しい位置にですね、折れてるところを直したいですね。だいたい、まあこんな形か、こうですね。本来こういう向きだった、はい、こういう向きで生きていたかった、はい、こうですね。見てください、こうなってますんで、ここをですね割り箸向こうとですね、はい、向こう側と、あ、向こう側、あ、ちょっとこっちに倒れやすいみたいで、ちょっと倒れる方向をちょっと意識しながら、ここかな、ここ、はい、ここと、非常に見づらくなっておりますが、ここですね、はい、このように抱き合わせて、このクリップで押さえた、はい、はい、こんな感じです。はい、わかりますかね。はい、ちょっとずれてるかな。ちょっと直しますね。はい、ほぼくっついてますね。はい、見えてますかね。はい、はい、こんな感じでちょっとずれてますね。ちょっとしっかり、はい、どうでしょう。でこれちょっと不安なんで、またここからぶっかけといって、はい、20倍液ぶっかけて、はい、以上ですね、里農園オリジナルの折れた箇所の修正方法、はい、参考になったでしょうか。どうでしょうか。っていうかですね、これだけでもいいかもしれないですね。変にですね折れたところいじると、あの余計悪化させてしまう可能性があるんで、はい、下向いちゃいましたしね。はい、ってことです。はい、また何日かしたらこれ様子見ますね。以上です。前回クイズの回答はこちらですね、割り箸2000分使用しました、はい、が答えです。今回クイズは
こちらですね、何を何十倍に薄めたかをご回答ください。以上、シャドウメールの記載をお送りしました。懸垂20倍で傷口応急処置。じゃあまた。ちょっこら農家の店シンシンへ向かいます。やってればいいんですが、シンシン休みでしたんでJA31 日までやってます。今日入れてよかったですね。はい、どうでした、どうでしたでしょうか。動画、実はまだ動画を作成する前に撮影しておりますので、どんな動画ができているのか分かりませんが、はい、まあ2つ案があってですね、どちらかをやろうと思ってるんですが、まあ年末年始なんで、なんかダラダラと見れるようなやつでもいいかなと、それかもう短めのやつを撮ろうかと思ってますんで、本当ご視聴ありがとうございました。ピシオです。特に話すことはないんですが、本当にもう今年も終わりなんですね。そして来年がまた来ます。特に何も変わらないとは思いますが、まあ考えることは考えて、考え直すことは考え直してですね、来年はきっちりとやっていきたいなと思ってます。この越冬作もどうなるかちょっと心配ですね、はい、最初はピヨピヨじゃんけんグー。じゃまた、ご視聴よろしくお願いします。キュウリと喋るわけないじゃないですか。でもやってみると結構楽しいです。笑っちゃいますよ。ご視聴よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、シャトレーのシャトです。特に生育のいい金備え2号からですね、つる上げしてます。風強いですね。はい、つる上げしてます。で、今回はですね、こちらつる上げのやり方についてですね、皆さんとやっていきたいと思います。で、なんとですね、今日はですね、キュウリとですね、会話をしながら、はい、コミュニケーションを取りながら、キュウリのベストな状態で、はい、つる上げをしていきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。キュウリさん、元気ですか。はぁ、誰だよお前。今日はですね、初めてのつる上げ、今まで横にぶっ倒れてたと思うんですけど、ぶっ倒れて楽をしてたと思うんですけど、今日からつる上げですけど、大丈夫ですか。大丈夫ないよ、何するか分かんないですね。そうですか。でもやんなきゃいけないんです。なんで、何をやるの。初めてのおっきいですね、おっきい。はぁ、体おっきいしますけど、お前何言ってるか全然分かんねえし、何お前、触るなよ、はい、こうすると水がですね、ちゃんと根っこが張ってないと、ちょっと待って、違うよ、それ、違う、この新先がダメだって、あの、枯れちゃいますんで、そこ持っちゃダメだって、ダメだって言ってるでしょ。大丈夫ですか、こう止めるのどっちがいいですかね。ダメだよ、いいですか、どこもこうもねえって、触るなって言って、下ろせ、下ろせ、こっちですか、あ、こっちですね、はい、何言ってんだよ、バカじゃないか、結構、頭おかしいだろ、お前、おいおいおい、軸が、なんだ、振るな、振るな、結構柔軟、もうダメだ、もう俺我慢できない、折れない程度に伸ばします。あー、焦点した、あー、もうダメだ、ほら、痛くないですか。ダメだよ、でも痛いとかじゃねえか、やらなきゃいけないです。じゃあこちらにですね、紐を、何をやってるんだから、お前は、さっきから巻きつけていきます。はい、巻きつけるって、はい、苦しくないですか。それはダメだろ、大丈夫ですか、苦しくないですか。巻くのか、それを。大丈夫ですね。おい、巻いちゃうのか。で、ここはですね、優しく、ちょっと、優しくとは言って、痛いとかそうじゃねえんだよ、お前、この野郎。どうせっつんだよ、この野郎。どうでしょうか、立ち上がった感想はいかがでしょうか、キュウリさん。かっこ悪いし、この格好、何これ。そうでしょうね。裸の王様か、俺は。だと思いますね。
はい、ということでこのようにで葉っぱこの辺とかですね下向いちゃってますけど時間が経つとこうちゃんと太陽の方に向くんですよね。キュウリさん向くんじゃねえんだ向けてんだよ、はい、そうらしいですね。 何考えてんだ、はい、こんな感じでやっていきたいと思いますね。お前は大体なんだお前、何様だお前、ご機嫌してくれんだよ。大丈夫ですか、初おっきですけど大丈夫ですか。お前こっちもやんのかもね、はい、ね、じゃあこちら一本鳴らすも2本もやる、痛いよだから。あ、そうですか、はい、痛いんだよだからやめてくれっ、はい、でもこれ上げないといけないんですよ。ダメだって本当にマジで、はい、上げますね。勘弁してくれ。この辺がいいですかね、ここがいいですか。どこも下がいいんで、下がここはいいですか。ここはちょっと危険ですか。おい危険とかじゃないんだよ。あ、そうですね、ここでしょうね。分かってるかい、何やってんだ、ここにじゃあ巻いていきますね。あんた何やだ、あんた何や、どこから来た。ここは苦しくないですか。そういう仕事してるの。何どうしたの、はい、そして気が狂ってるの、大丈夫。そうですね、ちょっとあーとかじゃないよ、はい、緩めて、勘弁してください。このような感じで緩めてとか、はい、離して、ちょっとですね、水加減、水の吸い込みがですね大変になっちゃうと思いますけど頑張ってくださいね。別に大変なんでし、はい、お前本当俺のこと分かってるよ、この野郎。え、誰だ、金備え2号くんですよね。よく分かったの、この野郎。なんだよ、この野郎。俺は金備え1号じゃねえんだよ、はい、2号だよ。会話できてますよ。できてるよ、分かってるよ。むしろじゃんけんすんのかよ。おお、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、グーチョキパー、グーチョキパー、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこで、じゃんけんぽん、ぽん、パー、チョキ、グーチョキ、パー、パー、グーチョキ。お前、どんだけ勝ってんの、お前。お、どんだけ勝ってんの、俺どんだけ負けたの、わかんねえし。あ、あ、あっち向いてホイするのか、右、左、左、右、あっち向いて、右、あっち向いて、ホイ、あっち向いて、右、左、下、上、おう、どっちもいいや、もう、正面。お前やるな、はい、お前。ということで今日はですね、キュウリの普段作業ってことで、また触ってんじゃねえ、はい、前回クイズの回答は、金備え2号くんですね。今会話していた金備え2号くんが、回答になります。で今回のクイズは、私は何と会話した、誰かこいつのために救急車呼んでもらえますかね。以上、シャドウシャダカをお送りしました。またはい、ピヨさん、そば、ほら、生そばですよ、ピヨさん、そば、よく、おお、これがそばか、どうやって組んだ、これ生だからね、ほら、ほら、ほら、おいしいかい、ほら、年越しそばですよ、ピヨさん、うん、うん、これ最高だな、これ手打ちだって、手打ち、うん、よかった、これ茹でなくてもいいのか、ピヨさん、なんでも大丈夫でしょ、ほら、よかったね、これで、年が越せるね、ピヨさん、ほら、手打ちだよ、愛情たっぷりだよ、機械で作ったんじゃないよ。うん、よかったけど、おお、ありがとうな、俺もこれで年が越せるってもんだよ。ああ、ほら、ピヨさん、大好きだったね、そばが。これミミズじゃないからね。そばだよ。ありがとうな、そばだよ。もう、ほんと助かったよ、これで無事に年越せるしな。もう、よかったよかった。食べたね、ちゃんと。あ、もう全部完食だ。あ、完食、ピヨさんすごいね。まだあるよ、ほら、うん、あるよ、ピヨさん。はい、おー、よかった。じゃ、またの明けおめ、ことよろ良い年を全部言っとけ。